んは、まあ、2016年7月の14日、はい、19回目の介護ラジオでございます。19回目、はい、1ヶ月前からですね、週1回筋トレを始めて体が引き締まりつつある笑顔ケアの古賀です。どうもこんばんは。なんで斜め45度。どうもこんばんは、春風の平でございます。痩せてるかどうかは分かりませんが、痩せてたら褒めてください、お願いします。こんばんは、ありがとう足立の三田です。最近自転車に乗ったり、筋トレをしたりして、利用者さんの方からですね、ちょっと三田さん締まったんじゃないって言われることに生きがいを感じ始めてる今日この頃です。はい、今日もよろしくお願いします。実はですね、3人でですね、筋トレ部を作りまして、毎週水曜日に鹿浜のですね、あそこはなんていうところですか。鹿浜センターです。鹿浜センターというトレーニングルームで週に1度、1時間半程度ですね、はい、汗を流しております。それぞれね、鍛え方が違うっていうか。そうですね、古賀さんは本当に筋肉大好きみたいな感じで。そうですね、私は負荷をかけるトレーニングが多いです。70キロ、まあ、なんかすごいですよ本当に。いやいや、三田さんは有酸素運動を中心にひたすら頑張ってます。脂肪燃焼やってますね。はい、平さんは真ん中です。一番平さんはなんていうのかな、ウォーキングマシン使ったりとか、そうそう、負荷が少ないけど時間長くやって、ね、ちょっと脂肪の燃焼をね、普段あんまり動かないんで、とりあえずはもう自転車を必死こいてこごう、とりあえずはもう歩くのを一生懸命やろう、筋トレは付録かなって。付録とりあえずは、動いてない分を頑張ろうって思って、今一生懸命になって、チャリをこいで歩いてます。チャリをこいだ、ウォーキングマシンだね。でも成果としてはどうですか。どうなんでしょうね。小川さん、どうですか。お腹へこんできた気がしますよ、田原さん。本当ですか。最初はちょっとね、男の子妊娠してんのかなって感じ。ちょっとお腹尖ってるって感じだったんですけど、ちょっとね、最近丸みを帯びてきて、ちょっと女の子妊娠かなみたいな。おお、女の子なのかな。そんな感じになってきて、ちょっとどういう差なんだい。これね、これは多分ね、きっと、うん、奥さんが、妊娠をするとよくわかる。独身貴族わからない。あ、ちょっとなんかまずいかな、これ、この流れ。独身貴族わからない。ただね、その体がちょっとずつ、まあ、整っていくというか、そのプロセスの中で、うん、ちょっと平さんがいろんなことに対して挑戦をするようになったというか、なんか物事に対してやる気を持って。ないいつも通りですよ。そうですか。お任せ、いやいや、でもね、やっぱりね、ちょっとね、何ですか、まあ、これはね、なかなかこう分かりにくいとこですけども、はい、やっぱりこう人とのこう接し方っていうか、うん、絡み方がちょっとこう前向きっていうか、すごい、こう本当に、うん、なんかそんな感じがする。本当に、うん、なんでこんな褒めてる。いやね、褒めて伸びるタイプなんでしょう。褒めて伸びる子なので、ね、僕たち褒めて伸ばすタイプですからね。伸ばしてください。俺そっち側に行っちゃったのがいいのかな。褒めてもらうください。ありがとうございます。はい、まあ、もうちょっと痩せないと、まあそうですね、うん、もう少しですね。そうですね、ただやっぱ体からのアプローチでね、気持ちとかも変わってはくると思うので、うん、まあぜひちょっとジメジメと雨が多いですけれども、ね、体を動かす機会、歩く機会を作っていけたらなと思いますね。ごめんなさい、もう一ついいですか。どうぞ。その筋トレをするようになって、うん、やっぱりこう利用者さんからね、言われるんですよ、うん、これ冗談抜きに本当にちょっと三田さん締まったんじゃないのって言われるんですね、うん、でも一番嬉しいのは、娘からお父さんちょっと痩せたんじゃんってかっこいい言われるのがやっぱり一番嬉しい、モチベーションになる、うん、だけどやっぱりこう利用者さんから、やっぱり私も頑張ってるんですよっていう、うんうん、話をすると、うん、やっぱ皆さん私も頑張んなきゃねとか、あと、いやでもね、そうは言いながら、うん、もう何年もお付き合いしてる利用者さんなんかだと、うん、そういえば三田さん前もそんなこと言ってたよねっていう。いやだけど諦めてチャレンジしてるんですと、うん、だからお互い頑張っていきましょうねっていうところで、うん、ちょっとね、会話がね、広がったりすることがやっぱりあります。だから、まあ、自分自身のその筋トレとか体を鍛えるっていうことだけじゃなくて、うんうんうん、まあ、利用者さんにとってもこう話の引き出しというか、その
一緒に頑張っていきましょうよっていうね気持ちがこう伝わって、私もじゃあちょっと頑張るわなんて言ってくれるとちょっと嬉しいななんて最近ちょっと思いますよね、なんかね。じゃあ今月訪問しなきゃなんないから、そのうち誰かに言われたらちょっとそれを種に喋ってみようかな。そうですね、うん、それの方がいいと思います、うん、はい、僕も一ついいですか。 今の三田さんの話で思い出しました、はいはい、やっぱり一人でやるんじゃないっていうところに、そうそう、続ける秘密があるという、それはその通りだと思います、うん、やっぱりね、三田さん、平さんが見てくれてるからより大谷を僕は持ち上げられてると思います。ちょっと見てくれてるからって言うとちょっとおかしい感じ。いや違いますよ、そういうんじゃないですよ。でもね、だからデイサービスとかそういうので、うん、ご利用様もみんなで集まってるからこそなんかができたりとか、そこに説得力ありますよね、やっぱりね、うん、そういうことなんだなっていうのを、うん、僕は三田さん、平さんから学ばせていただきました。いや確かに今の小川さんの話を聞いて、うん、私も利用者さんに同じこと言ってますよ。一人じゃ大変ですよね、うん、だからみんなで頑張りましょう、うんうん、そうするともう行かざるを得ないよね、うん、なんて話をしてるんですけど、うん、実際自分も同じですからね、うん、そうなんです。結局一人だと挫折する、うん、する、何度挫折したことやら、うん、無理やり宣伝するからねこっちね。そうなんです。そうすると、うん、本当に50キロしか上がんないものが60キロ上がるんですよ。なんかちょっと番組の趣旨が変わってくる感じ。あ、そろそろですね、モーリーキャスターからまだかという声が熱い視線がありましたので、今月もこのコーナーからいきたいと思います、うん、大好評いただいております、はい、うん、アーリーモーリーニュースです。はい、モーリーキャスターお願いします。皆さんこんばんは、アーリーモーリーニュースの時間がやってまいりました。待ってました、はい、今小賀さん言ってましたけど、ちょっと今日なんかいつもよりオープニングがトークが長くてですね。あれ、僕このまま出番ないのかなというふうにちょっと不安になるぐらいでしたけども、はいはい、まあ、私はちょっと筋肉部には入ってないんですけれども、はい、筋肉部筋トレ部か、筋肉部って語弊がある。あ、そうか、筋トレ部ね。あって私はちょっと参加できないんですけど、私もちょっとねお腹へこましたいなと日々思っておりますが、なるほど、そんな中ですね、今月も、介護にまつわるためになるニュースをお届けしたいと思います。ありがとうございます。はい、お願いします。では始めていきます、はい、今月のアーリーモーリーニュースです。はい、まず一つ目ですね、はい、はい、労働力人口へも、少子高齢者の影響、女性と高齢者の割合が初の5割超えというニュースなんですけれども、総務省が先月29日に公表した2015年国勢調査の抽出速報集計でですね、就業者全体に占める、女性とそれから、65歳以上の高齢者の割合が初めて5割を超えたということが分かりました、うん、少子高齢者の煽りで労働力人口は、6075万人と減少してですね、うん、前回の2010年の調査と比べ295万人、減少し、6000万人割れが目前に迫ってきているという状況になっております。まあ、増加数ですね、まあ、我々もそうですけれども、介護ですとか福祉分野などの、人手不足を、まあ、補うためにですね、女性とか、そういったシニア層が働き手としてですね、存在感を高めてきている、まあ、結果にもなるのかなというところで今回のニュースを挙げさせていただいたんですけれども、確かに私もこの業界で働いて、まあ、まだ7年目とかなんですけど、やっぱり他の業界と比べると女性の割合とか、それから私が以前いたですね、まあ、ゆる老人ホームなんかは、まあ、非常勤、要はパートさんでしたけども、70歳の女性のヘルパーさんがいてですね、すごいですね、バリバリやられるわけですよ。いや だけどやっぱり元気な高齢者、まあ、高齢者っていうと失礼になっちゃうんですけども、やっぱり、まあ、60歳65歳で定年を迎えてもまだまだ元気で頑張れる方たくさんいらっしゃるんですよね。だからその方がこう力を持て余してるっていう部分をどういうふうに引っ張り上げていくかとか、どういうふうに雇用していくかっていうのはやっぱりこれ大事なことなのかなと思うんですよね。生きがいにもつながるじゃないですか、うん、なんで本当にね、先ほども言ったようにこの介護の業界っていうのは本当に他の業界と比べて女性とかそういったその、まあ、高齢者というかですね、うん、今アクティブシニアとかって言うんですかね、うん、そういう方々がまだまだ活躍できる場なのかなというふうに、うん、
私自身は思うので、まあ、でもやっぱりアクティブシニアっていう風な感じになってくるとやっぱりこれからその生き方の問題にもなってくるのかな、うん、だから そういう中でやっぱりこう施設だったりだとか、うん、あのどういう風な立ち位置を取るかとかどういう風に新しいこうなんか生活スタイルを提案していくかいけるかとか、うん、そういう部分もやっぱりこれからいろいろ変わってくるのかなっていう気はしますよね。そうですね、あの、うん、さすが名パーソナリティの皆さんは次のニュースにうまくつなげるようなですねコメントをしてくれましたのでよくできてるな。次のニュースいっちゃいましょうかね。いっちゃいましょうか。はい、続いてははい、はい、自立支援介護を実践する、有料老人ホームの取り組み3回目となる事例研究発表会を開催というニュースになります、はい。これはですね実は昨日行われたんですけれども、はい、株式会社サンケイビルウェルケアというですね、はいはい、介護付き有料老人ホームを運営している会社の、まあ、事例研究発表会、まあ、ウェルケアグランプリというのがですね、はいはい、第3回目が行われました、はいはい。でまあね皆さんもそうですしご覧いただいている方ももしかしたらお気づきかもしれませんけれども、まあ、私が所属している会社のですね、はい、ですねあのインカムつけてすげえかっこよかったですよ。あ一応昨日そのウェルケア第3回ウェルケアグランプリのですね、うん、一応総責任者という形でやらさせていただいたんですけど、いやいやお疲れ様でした。本当疲れたんですけど、ね、疲れちゃったんですね。で結構ですね実はこういった有料老人ホームを運営している、まあ同業他社さんなんかも、はい、これ事例研究発表会ってやられてるんですね。私が以前いた前 あの同業他社もやってたんですけど、大体は社内研修みたいな形で、うん、各ホームからその法務長とか副法務長とか、うん、まあそういったそのなんていうんですかね、うん、コアメンバーたちが集まって、うん、各自こう各々事例を発表していって、うん、まあ、順位をつけて切磋琢磨する場っていうのは結構あるんですけれども、うん、あのうちがやったウェルケアグランプリは一般の方もご招待しているという会でして、実は前にいる私の横にいる3人中ですね、真ん中の平さんを除くお二人は昨日実際に来ていただいて、行っちゃう行っちゃう、すいません、ちょっと事情があって、まあね、皆さんお忙しいと思うんであれなんですけども、で実はどういった形かというと、まあ実はまだまだうちで私がいるサンケイビルウェルケアって現状はまだ4つのホームしかないので、各ホームから1つずつ事例を挙げさせてもらってます、うんうん。で4つのテーマをちょっと今ここでお伝えしたいと思うんですけど、はい、まず1つは、歩くことを思い出す私が初めて取り組んだ自立支援介護と、これは実は入社2年目去年の新卒の子がですね、まあ、ご入居時には、要は車椅子の状態でご入居された方にですね、歩くことを思い出していただくことを通じて自分自身もまあね、サンケイビルウェルケアが今一緒で取り組んでいる自立支援介護というのを学びながら、自分も成長しつつそのご入居者の ADL も向上したという内容がまず一つ目でした、うん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 、すごいフレッシュで良かったです。発表された方が ね、いやでもねすごいね、あれあの取り組みっていうのは私は個人的にはすごい好きですね。やっぱり若い子にきちんと勉強させた成果をきちんとあの成果として外にあの発信することで自分にやっぱり自信つきますよね。やっぱりね、やっぱりなかなかこう若いね人っていうのは入って2年目ぐらいだとまだまだ3年目ぐらいになってくるとちょっと発信してくるんですけど、やっぱり2年目ってちょっともう少し頑張れっていう感じじゃないですか世の中じゃ。でも2年目であえてそこを出させて自信をつけさせてっていうのはとってもいいですよね。で成果も出てるわけですから自信つきますよね。今もお伝えしたようにこの今私が言った事例は結局ね2年目のしかも介護あの確か彼女は福祉系の専門学校出たとかでいうわけではなくて、入社してから学校に通って要は働きながら学校に通って初任者研修を受けたような子なので、苦労人ですね。あのその子が自分を成長しつつご利用者の AD を上げていったっていうすごいですね感動ストーリーだったかなと私も思っていて、いやいや感動ストーリーも何ももう本当利用者さんの笑顔がこうだんだん日を追うごとにこう笑顔がすごいはっきり見えたんで、すごいあいい介護してるなっていうのは分かりましたよね。でちなみにごめんなさいあのお伝えしなかったんですけれども、その昨日のウェルケアグランプリ、一応まあ従業員も含めですけれども約300人のご出席がありまして、すごい、ね、2年目入社2年目のそのね、女の子が300人の前でね
あのプレゼンをするっていうところもまた一つ堂々としてましたよね。うん、僕多分あそこ、いや俺も今無理、無理ですね。はい、で、で次のもう一つで、うん、はい、まあ、あと3つあるんですけど、次行かないともう時間がね、時間がね次が、下剤に頼らない自然排便ということで、やはりまあご高齢になると、うん、どうしても便秘の方多くてですね、うん、皆さんこう多かれ少なかれ種類は違えど結構な方が、うん、まあ、下剤と言われるものをね、まあ、まあ、あの飲まれているというところで、うん、まあ、下剤を使わずにいかに自然排便をして、うん、その自然排便がもたらす、ね、うん、いい効果みたいなのを発表した事例でしたね。はいはい、確か下剤をやめて、なんで下剤がいけないかっていうと、下剤を飲むとやっぱり強制的に出さなきゃいけないので、うんうんうん、ちょっとまあ下痢に近いような便正常だったりするとどうしても痛みが伴うしというところで、うんうん、水分をしっかり取ったりして、うんうん、下剤を飲まないことによって体調が整って、うんうん、確かイチゴ狩りかなんか、あ、そうですね、食べる、ね、はいはい、事例でしたね。外出できるようになったっていうのがね、うんうん、いいですね。結構ね、あの我々よりも特にご高齢になればなるほど、うん、便秘がもたらす悪影響って多いですよね。そうですね、やっぱり便秘が引き金になってちょっと不穏になったりだとか、そういった方もねやっぱりいますからね、に取り組んだ事例が2つ目でした。で3つ目が生活再建プロジェクトということでですね、あのまあ有料老人ホームに入居されている方がお元気になって、実際に他のご入居者に対して何かこうサポートをするような話だったり、実際あの地域のね、あの何でしたっけ、あれはデイサービス、あ、サロンサロンとかに行ったりとかっていう話でしたね。そこがね、あの特に先ほど三田さんがねすごく食いついてくれた。いやいや、私ねこれはねこの3つ目の事例はちょっとねかなりねあの食いついちゃいました。なんかあ、一番興味あるっていうか新しい形なんだと思います。一人暮らしの生活っていうのが、選択肢が増える。例えば元気だけど認定は例えば受けてる受けてないはまあ別として、あのお一人暮らしの方っていうのはまあ自宅で生活するのは普通だと。でもまあもしかしたら認定は受けてないとか、まあ要支援レベルで本当に支援って程度で済むかもしれないけども、でも施設で安心して生活した中 でちょこの先行っちゃうと森口さんのねあれがあれなあるんですけど、でもいろんなあの生きがいを見つけることができるっていう生活スタイルとしてはこれ新しいかなと思うんですね。だから自宅だけども自宅じゃないところで安心をして生活できるっていうのが必ずしも自宅である必要がないっていうふうに思えるなんか一つの事例で、ちょっとこれはなんか今日のテーマにもつながるところなのかなっていうので、すごくなんか私は興味が食いついちゃいました。なんかありがとうございます、はい、で最後4つ目がですね、故郷に帰りたい在宅生活復帰への取り組みということで、ちょっと実はですねあの昨日お時間の都合で三田さんも小川さんもこの事例は見ていないんですけれども、はいはい、これはですね実際あのご入居時に車椅子に乗って胃ろうだった方が、お口から経口摂取ができるようになって胃ろうが外れて、でそれによって ADL が全体に上がって、最終的にご自宅に帰るっていうお話でした。これ介護保険の原点じゃないですか。そうですね、これで実はあのうちの会社が今一番やろうとしているのは、いかにこうご入居していただいている方に介護保険から卒業していただくかみたいなところもあるんですね。あの卒業って言葉が結構ちょっとあの出てましたね、なんかね。ね、やっぱりあの、ね、いろいろ諸説あるみたいですけれども、特にそのなんていうんですかね、ADL に関してはうまくやることによってご高齢になってまだまだ回復する余地はあるというふうな、ね、研究発表というかそういうのもあるみたいですので、諦めずにやることの大切さということで、実はこの4つ目の事例も最初に言った、事例と同様、入社2年目の女の子が発表して、実は一応4ホームの候補都度というかですね、1位を決めたんですけど、1位が最後の、故郷に帰りたいをやった、私が以前、一時期法務長もやっていたウェルケアテラス川口元号が続いて V2 と、あらすごい、あの私も今ねあの営業部の人間なので4本あのフラットで見てるつもりですけども、どこかでやっぱり川口やったなっていう、まあそりゃそうですよね、そりゃそうですよね、思いましたけども、あのそういった形でですね本当にあの昨日実は、13時半から、はい、18時半までという長丁場の中で多くの方にご参加いただいて非常に
あのなんとか成功できたかなと思いますので、うんうん、また後日ですね、まとめたものがおそらく YouTube に上がったりもしますので、そのあたりまた来月ぐらいには楽しみです。お伝えできればと思いますので、ぜひ興味ある方はですね、はい、見ていただければなと思いますので、なんか今日のニュースちょっとうちの会社アピールになりましたけど、会社云々関係なくすごくいい取り組みをしていると思いますので、うん、皆さんも参考にしていただければというふうに思いました。やっぱりなんかね、やっぱりこう成功事例ってやっぱり必要ですよ、やっぱり、うん、と思います。はい、そうですね、はい、はい、そんな感じでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今月も勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここからはですね、本編に戻しまして、今日の特集は何かというとですね、総合事業に関して来ましたね、お勉強していきたいと思います。はい、これは何かというとですね、予防であったり支援の方が、総合事業というものに平成30年の3月31日までに切り替えてくださいというですね、お達しがありまして、足立区もついに今年の10月からスタートすることになりました。なりました。そうですね。はい。わたわたです。説明会受けてきましたよね。はい。そうなんです。それにですね、先駆けまして、先月6月の末に、何日と何日でしたっけ ?27 と30日。そうです。小賀さん多分27日、ね。そうですね、27ですね。平さん、私と一緒に30日。はい、はいはい。足立区の区役所のですね、に集めて説明会を受けてまいりました。うん、その情報をもとにしてですね、今日は3人でああでもないこうでもない話をしていきたいと思うんですけれども、うん、その前に、まず平さんから言いたいことがあるらしいので。別に特に言いたいことはないんですが。ないか、やっぱりとりあえずその説明会を受けてきて、うん、私たちが知識をもらって、でこれから説明をするんですけれども、説明する中身としては、確かな確実なものではないことがあるかもしれないので、そこのところは、温かい目で見ていただいて、で間違えたところはまた次回その後とかでもまた、訂正できるところは訂正した方がいいんじゃないかなと思いますので、うん、先に謝っておきます。ごめんなさい。じゃあごめんなさい。申し訳ありませんでした。なんでですかこれ。まあ説明する前だけど、ね、先に謝っと。いや、本当に割と複雑なお話だったりもするので、うん、見えてないところもありますし、今後これから、サービスの内容なども追加されていくだろうなというところもあるので、今現時点でこうなんだろうなっていうところを発信できたらなと思いまして、急遽やることになりました。ね、なのでよろしくお願いいたします。はい、攻めな企画ですよね。そうですね、はい、そういうのがいいんです。はい、なるほど。でですね、総合事業、総合事業と、はい、言っておりますけれども、総合事業って何ですかというとですね、介護保険というのは、に手調査を受けると要介護というものと、はい、要支援というものに分かれます。その要支援の部分がですね、今後は、市区町村に落ちてくると、で足立区が、総合事業として始めますよということなので、今後は、要支援でやっていたサービスもあるんですけれども、足立区独自のサービスとかも増えていくんだよっていうところですよね。他に何か違うところが出てくるんでしょうか、三田先生。なかなか難しいですよね。この間聞いた説明では、やっぱりなかなかまだピンとこないところが多いんですね、私たちとしても現場で働いていても。で、まあ、総合事業って何なのよっていう話になると、その予防の話も当然出るんですけども、まあ、その住民の方が、参加をして、まあ、地域の中で支え合いの体制を作っていきましょうというのが、多分平たく言うとそういうことなんだろうなと。ただそれっていうのはこれまたちょっと難しい話で、まあ、なんていうんですかね、この後またお話をしようとは思ってますけども、地域包括ケアの、ケアシステムの構築の、まあ、一環であると。だからそれ、この総合事業だけがバーンとこう話になってますけども、総合事業だけがこう表に出てるということではなくて、もともとの根幹としては地域包括ケアシステムというのが、元になってるんだよっていうのがまず一つなんですね。はい、そうですね、地域包括ケアシステム、
最近よく出てくる言葉ですね、うん、そうですね、はい、一言で言うと何なんですか。これ難しいですよね本当にさっきから難しいしか言ってないですけどもいや要するに、うん、みんなでいろんな関係機関が、うん、その関わることで、うん、でまあ一人、まあ、その住民の方を見ていきましょう、うん、平たく言えばそういうことなんですけども、ね、うん、ただ、まあ、この間は三田さん地域の受け皿ですって言ってました。あ、そんなこと言いましたね言うことが頻繁違いますね。ただね、これちょっとピンとくるためにちょっと一つ、うん、この間ね、区役所の中でご説明があった、はい、その話を聞くと、あ、ちょっとそうなんだっていうのがあったので、うん、ちょっとご紹介したいなと思うんで、はい、ですがこの地域包括ケアってじゃあ何ぞやと、うん、何ぞやっていう話になってくるんですけども、うん、じゃあその地域包括ケアは何ぞや、うん、さらに、どういうきっかけなの、うん、きっかけってなかなかよくわからないところがあるんですけども、これちょっとこの間説明会の中で出てたので私はピンときたので、おお、こういうことかって思ったのがあるんで、ちょっとご紹介します。若干内容が違うかもしれない、ざっくりしてるところではあるんですが、ちょっと聞いていただければなと思います。で、もともとですね、この地域包括ケアシステムの始まりというのは広島の方のですね、小さな病院の方で始まったという話がのようです。で、まあよくある話だと思うんです。ある例えば平さん、はい、ね、平おじいちゃんが入院されました。平じいが入院されました、はい、で、治療を行いました。治療しました。で、よくなった、うん、じゃあもう家帰ろうか、うん、帰りました、うん、で帰りました、うん、よくなった、さようなら、うん、よかったよかった、よかったよかった。2年後ほぼ寝たきりの状態でまた同じ病院に帰ってきました。あら、また帰ってきたのとか言われる、ね、これね、ここ大切なのは、うん、2年後にまた今度は寝たきりの状態で帰ってきたと、これはすごく大切なこと、大切というかポイントなんだと思うんですね、うんうん、なぜポイントかというと、うん、良くなって帰ったはずなのになぜ寝たきりになって帰ってきたか、うんうんうん、そこでそのお医者さんの方がですね、まあ、ドクターがちょっと考えたことが、じゃあ病院で治療してで地域に自宅に帰りました、で終わり、うん、っていう話なんですよ、うんうんうん、そこでやっぱこの地域包括ケアシステムっていうのが産声を上げた、うん、ただ最初の時に関してはやはりその介護とかっていう介護と今は医療と介護の連携っていうのがとても言われてますけども、まだ介護っていう概念がそんなになかったようなんですね、うん、ですのでどちらかというと医療職の強い何て言うんですかね、横のつながりっていう部分でこう地域包括ケアというのが始まったと言われているようですね。今はねこういう形で言ってますけどね、うんうん、ただ、うん、その地域包括ケアって、まあ、その頃はね医療が中心だったということですけども、今はですねこの、まあ、ちょっと後ろにもありますけども、いろんな定義といいますか、うん、そういった部分があります。で、うん、一番分かりやすく言えば、まあ、利用者さんを取り巻くその病院ですとか、うん、地域の人ですとか、うん、まあ、私たちケアマネージャーもそうですし、うん、まあ、小川さんが、やっている訪問介護もそうです、うん、いろんな、部分に関して、うん、まあ、その利用者さんというかね、一人の利用者さんを、まあ、包括的に、まあ、包むような感じで、その囲うような感じで、うん、見ていけたらいいんじゃないか、うん、っていうのが多分一番ではないのかな。で、もう一つは、うん、これなかなか難しいなと思うんですけども、うん、30分以内でサービス提供ができる体制って言うんですね、うんうんうん、でこれがちょっとねこの下の方にちょっとね、まあ、想定ですけどもそういうふうに書いてあります、うん、ですから、まあ、基本的には、まあ、中学校圏域ぐらいの形で、うんうん、まあ、いろんなサービスがその方に対して、うん、まあ、すぐにね提供できる、うん、体制を作るっていうのが、うん、なるほど、地域包括ケアだと。中学校高ぐらいの検疫ってどっかで聞いたことがありますね、まあ、地域包括支援センターってありますよね、はい、あれが中学校検疫、まあ、地域包括支援センターっていうのは、まあ、介護のことも、うん、まあ、障害のことも、うん、まあ、なかなかね、うん、何でもとりあえず、うん、一回相談をしてちょうだいな、うん、で、うん、包括さんの方に、うん、地域包括さんの方に相談をすると、うん、
あの必要なところに、うん、こうその包括さんが何でもあの解決してくれるわけじゃないんですよ。さすがに包括さん万能じゃないので、うんうんうん、ただ包括さんに相談をすることで、うん、あのいろんな道筋を立ててくれてない、うん、こういったところに相談した方がいいんじゃないとか、うん、じゃあこういうところにちょっとつなげましょうとか、うん、そういうところですね。これが中学校圏域にできていると、うんうんいうことですね。足立区には25箇所のたくさんありますよ ね、 地域包括支援センターがあるわけですけど、足立区広いですからね、うんうん、それぐらいあってそうですねべきかとは思います、うんうん、それと65歳以上がそれだけいるってことですよね。そうですね、うん、だこれただ2025年になってくると、はい、団塊の世代が今度は75歳、まあ、こっちにも書いてありますけども、そうです、75歳以上になるのが2025年と、はい、こうなってくるとどうなるか、そうですね、ますます介護が必要になる人が増えてくるってことですね。そうです、75歳以上というのがですね、うん、まあ、65歳以上が高齢者と言われる方なんですけれども、うん、はいはい、高齢者は前期高齢者と後期高齢者に分かれます。はい、前期高齢者がうちの親が言うんですけどね、はい、あの高齢者高齢者なんだから前期も後期も分けるなっていうふうに、ね、うちの親はね言ってる、言ってます、うんうん、まあ、話を戻すとですね終わっちゃいましたね、はい、75歳以上が後期高齢者だよと。でそれうちの、今団塊の世代と言われる方々ですね、もう高度成長期を支えてきてくださった、はい、 そうですね、まあ、すごくボリュームのある人たちが、2015年に、65歳を迎えましたと、はい、で、まあ、2015年問題なんて言われてました、はい、それが10年後2025年に、介護が必要になることが多くなる後期高齢者になっていくんだよってことですね、うん、そうですね。で、はい、そこでやっぱり大事になってくるのが、うん、やっぱりその住み慣れた地域で医療と介護とその介護に対して予防ですよね、うん、あと住まいとか生活支援とか、うん、まあ、こういったものがどれだけこう包括、まあ、あの地域包括ケアシステムなので包括っていう言葉がどうしても出てきますけどね、うんうん、まあ、あの総合的に提供することができてその方をこうサポートできるか、うん、いかに一人にならないか、うん、ということなのではないかと思いますね。ね、うん、いやそんな中で総合事業っていうのが今年の10月からスタートするわけなんですけれども、うん、総合事業に変わることによって何が変わっていくのだろうというところですよね、うんうん、そうですね、はい、どうやらですね、チェックリストというものがあるらしいと聞きましたよ、うん、やりますね、はい、チェックリストここにあります、はい、じゃこれは外しましょうかね。よいしょ、うん、これでもチェックリストは私たちあのケアマネージャーは要支援の方を委託で受けてますけども、必ずやりますね。プランを作る前に、必ずやります。25の質問項目があります。これ要支援の時に必ずやってます。プラン作る時にやってますって言いますけども、65歳以上の、1年に1回健康診断皆さんある、あ、皆さんというか65歳の以上の方はありますけども、その時の健康診断でもこの病院でこの基本チェックリストってやるんですね、うんうん、ですから基本的には同じことをやっているっていう体です、うんうんうん、はい、ただ今回変わってくるのがチェックリストで、まあ、認定を受けてから今までっていうのは、あ、要介護ですね、要支援ですね、あ、それとも被害等で自立ですねって話になっていたんですけれども、うん、チェックリストから直接、はい、どっかに行けるんですよね、サービスですね、総合事業でサービスを受けることができるようになるってことですね。ただこの総合事業って難しいのは、総合事業ってなんか総合っていうぐらいだから、はい、いろんなものをこうなんかたくさんこう盛り込んでるんじゃないかと思うんですけども、まあ、総合事業私たちもそうなんですが、今のところっていうんですかね、まあ、今後もそうですでしょうけども、うんうん、訪問介護ヘルパーさんとか通所介護デイサービス、うんうん、ここの部分なんですね、うん、総合事業っていうのは。そうですね、そうなんです。これがねちょっとね、はい、総合事業といっても、うん、そこの2つの部分にかかってくるところです。先日区役所での説明会に呼ばれたのも、うん、私どもヘルパーステーションがある訪問介護事業所とデイサービスをやっている通所介護事業所、うん、そしてお二人のようなケアマネさんがいる、ね、
居宅ですね、はい、居宅ですね、はい、その、3つの種類の業種のですね事業所さんが呼ばれて、今後こうなりますよっていう話を受けたわけですね。ただやっぱり、はい、そのいろいろ問題になってるのは、はい、やっぱりこう申請をしてからサービスを受けるまでのやっぱスピード感、これは結構やっぱり、うん、まあ慣れてる方がやると結構パパッといく部分もあるんですけども、うん、やっぱりスピード感っていうのはどうしても認定が出るまでに時間がかかると、うん、そうですね、でまあ、いろんなこう縛りはあるんですけども、うん、今回やっぱ大きいのは、うん、その認定が受けていれば次の更新やらなんやらっていう部分に関しては、まあ、いろいろ細かいところはあるんですが、うん、チェックリストで該当すれば、うん、サービスにそのまま継続ですとか、うん、それつなげることができると、うん、いうことはこれやっぱスピード感っていう意味ではやっぱりあるのかなと思いますね、うんうんうん、そんなに急にサービスを使いたいとかっていう人って結構いますかね。いやだけどいますよ。いますかね、うん、なんかもう明日からでも使いたい、あただまあそういう人がじゃあチェックリストでいけるのかっていうとまたちょっとそこはね、うん、難しいところではあるかもしれないんですが、基本的には、うん、まあまあ、65歳以上の方と65歳未満の方で、うん、そのチェックリストのその入り方っていうのがちょっと違うので、うん、まあ、今そこを細かく説明しちゃうともうこの時間で多分、うん、間に合わなくなってしまうので、うん、ちょっと違いますけども、まあ、今回のその総合事業の中の一つのやっぱり私たちケアマネージャーとしてね、うん、まあ訪問さんの方もそうだとは思いますけど、やっぱり気になるところというのは、じゃあ何更新し介護保険を更新しなくても、うん、チェックリストを受け、チェックリストで更新の代わりというかね、判断ができるんだと、サービスにつなげる、継続的なサービスにつなげることができるんだっていう意味では、とってもスピード感があって、まあ利用者さんにとってもなんかやきもきしなくて済むのかなみたいな、すぐ分かるっていう意味ではありなのか、ありというか、なのかなというふうに思いますね。あとは総合事業に移ることによってケアマネージャーとしてどんな影響というか今後考えられることっていうのは何なんでしょうか。まあ、一つはやっぱりその包括さんの、うん、やらなければいけないこととお仕事の方がかなりこう膨大な量になってくる、うん、でこの今チェックリストの話がありましたけど、基本的にこれはまあどこまでっていうのはちょっと分かりませんけども、うん、基本的に包括さんの方が立ち会ってやるっていうことになっているようですので、うん、まあそれが基本なのか、うん、ある程度その例えば委託しているところに関してはそこにお任せしますっていうのか、うん、まあどういう形になるかはちょっと分かりませんが、まあ包括さんの仕事量というのが増えてきますので、うん、当然その部分を、こちらの方に委託という形で今まで以上にお願いできないかしらっていうところで、来るところはあるんだと思うんです、うん、ただ高くなるよ ね、うん、ただ私たちの方も、まあ、要介護と要支援と2つありますけども、うん、やっぱりなかなか要支援ばかりを受けるというわけには正直難しいですね、うん、ですからやっぱり要介護の人があってで、うん、要支援ということですので、うん、まあ、あんまり多くは語りませんけども、うん、ただやっぱり、うん、要支援の方ばかりを受けるというわけにはいかないのが現状です、うん、ただ包括さんとしてはやっぱり業務の分散ですとか、これから業務がさらに広がっていくと思うんですね、うん、やっぱり、うんうん、それを考えると、委託でお願いできるところですとか、うんうん、ケアマネージャーに頼めるところはなるべく頼んでいきたいな、うん、っていうのはあるんだろうな、うん、そこで私たちもね、うん、受けられる分は受けたいんだけども全部受けるのはちょっと辛いだろう、うん、っていうのは回ってくる確率高くなるかな、うちらと思いますけどね。まあ他の事業所さんとでもちょっとお話をしたりすると、うんうん、やっぱりもともと予防の方のね、うん、数っていうのは、うん、別に何件受けてもいいですよと、うん、いうことにはなっておりますけども、うん、ただ全体としてやっぱり39件っていうのはケアマネージャー決まってまして、そこから増えていくと減産ね、要するにもらえるお金がちょっとずつ減っていくと、減っていくよっていうことになってますので、やっぱり私たちの方も悩みどころということですね。その予防から総合事業に変わることによって、
そのケアマネさんの報酬自体は変わらないんですか？基本的にはこの間その説明を受けた時は、まあ、報酬は変わりませんよと、うん、いう話は出ていたんですけども、明確なのは分かんないよね、うん、ちょっと、うんうん、その辺が、ちょっとまだまだ確信が持てないというか、うん、まあ、いうところもちょっと私たちのね、うん、まだね、理解がちょっとまだ足りないのかもしれないですね、うん、だからちょっとその辺ははっきりしないんですけど、うん、まあ一応変わらないと言われてはいますね。ただ訪問のねヘルパーさんの事業所なんかもね、うん、これからちょっと訪問介護に関してはそうですね、今、サービスとして行っている予防というのがですね、サービス A というものに順次切り替わっていきます。でこの時に、うん、報酬はですね大体 6から7% ダウンというお達しが先日お伺いいたしました。でも数が増えればやっぱり6から7% ダウンというのは大きいですよ ね、うん、でそれ以外にサービス A 以外にサービス B だったりサービス C っていうのを、足立区がですね独自で作ることができます。ただまだそれを足立区は発表はしてないですけれども、で B とか C に関しては先ほどの予防と相当同じぐらいなのはサービス A とお話しさせていただいたように、うん、A に関してはちゃんと介護の資格を持っている人がやってねって話なんですけど、うん、B とか C に関してはもうちょっとあの資格持ってない人、例えばシルバー人材の方だったりとか、うん、NPO とかですか、ね、そうですね、あとはボランティアの方だったりとか、うん、あとはサロン、そうですね、うん、そういう方だったり、あとはヘルパーさん、まあ、資格は持ってますけれども、うん、現役のヘルパーとして活躍した後の OG さんだったり OB さんにその部分を担ってもらわないかなっていうような感じで B とか C とかを作っていくんじゃないかなとは思います、ね、これデイサービスも同じなんですよね。デイサービスは分かりません、まあ、ただやっぱりデイサービスとかもなんか B とか C とかなんかやっぱりそれぞれね、やっぱりそういうのが確かあったと思うんですね、うん、今日はちょっとねデイサービスの話を細かくはできませんけど、 で、ね、うん、でも平さんのところデイサービス併設してますよね。併設しますね、併設しますよ、はい、併設してたんですけど、この間の説明会の時に、うん、は、うん、と残念ながらというか、うん、そんなに深く考えてなかったのかとかわからないんだけど、ま、あの2日間あったんですけど、1日目はちょっとあの、まあ、監査があったということで、まあ、出られなくて、2日目は、うん、まあ、いろんな事情があって、来なかったので、うん、あ、まあ、これじゃやめましょう。なのでなかなかあのまだ理解がクエスチョンマークな部分がいっぱいあって、これからどうしようか、何かしあの手続きしなきゃならない、困ってるっていう風な話を、まあ、うちの相談員は言ってたので、じゃあ今度また説明会があるからしっかり出ないよって話をして、この間あの、うん、はい、説明ありがとうございます。分かった。では訪問介護に戻しますと、なのでまあサービス B とか C とかで、今まで例えば団地でゴミ捨てだけしかできないわとか、うん、ゴミ捨てができないわとか、うんうん、そういう高齢者の方に対して、はいはいはい、今まで介護保険って結構使うのってそこだけっていうスポットライトを当てるのって難しかったのに対して、うん、あ、じゃあたら団地のゴミを一つにまとめて、それでじゃあ500円でいいよとか、そういうような新しいサービスが生まれてきて、それによってあの地域がねもうちょっと受け皿ができてくるんじゃないかなと思うんで、まあいい施策ではあるとは思うんですけれども、あのちょっとね話戻っちゃってもいいですかね。いいですよ。でも深入りはしませんから大丈夫ですよ。どうぞ。あのさっきね、あのそのデイサービスでね、うん、まあ同じように、そうそうそう、デイサービスであの B とか C とか、うんうん、なんかいろいろね、サロンだとかいろんな形がこれから出てくるんじゃないかって話をしましたけども、さっき森口さんが言ってた、うん、あのウェルケラテラスさんの方でやってる施策、うん、まあ試みっていうのが、うん、まさしくそこにあるんじゃないかなと思うんですね。そうですね。うん、だから結局高齢者が、元気な高齢者が、ちょっとあのお手伝いの、うん、必要な高齢者をお手伝いをして、うん、なおかつそこを自分たちで運営しながら補助金をもらって、うん、自分たちの生きがいにもつながる、うん、でも生活しているところは自分家じゃなくても施設だったりとか、うんうん、でそういうなんか新しい形というか、だそういう意味ではなんかその総合事業 の、 その枠組みっていうのが、うんうん、元気なお年寄りとか、まあまあ、これいろんなちょっと言葉に語弊があるかもしれないですけども、うん、やれるとかやりがいを求めている高齢者の方にとってはすごく一つのこうチャンスになるというかね、うんうん、生きがいにつながる可能性は高いのかなとすごく思うんですよね、うんうんうん、なんで本当に
そうですね、年齢関係なく元気な人は働いてねってことだし、うん、そういうことですね、うん、そして、うん、そのやっぱ働くってことがやりがいだったりとか自分自身のまた元気につながるわけだから、うんうんうん、そうですよね、なんか悪くはないと思います、ね、そうですね、90歳のカメラマンのおばあさんが、うん、おばあさんって言ってちょっと思った方が、うん、あの今も現役でやってますよ、うんうん、やっぱり働いてるからすごくなんかこう生き生きしてるし、うん、食事なんかも肉食ってワイン飲んで、すげえな俺みたいな、なんかそれぐらいやっぱり元気のある人はやっぱり働けるところまでやっぱり働いた方がこれからの時代はいいんじゃないかと、うんうんうん、ただね、まあいいことばっかり言ってますけど、ただなんで総合事業ができてきたのっていうと、やっぱり介護保険のシステムを今後も破綻させないために、じゃあどうやって引き締めていこうかっていうことだったりとか、まあ、そういうことですよね、うん、まあ、現時点でですね、うん、足立区の前期高齢者は 87,701人です、うん、はい、後期高齢者75歳以上の方はですね、うん、79,464人です、うん、このですね、まあ、大体、まあ、ちょっとと前期の方が多いかなぐらいなんですけど、はいはい、皆さん年取ってきて75歳以上になると後期高齢者になるわけですよ、うん、はあはあはい、前期高齢者のよりも後期高齢者が足立区で多くなるのがだいたい平成30年ぐらいって言われてるので、うん、その平成30年にちょうど総合事業に切り替えてねっていうタイミングなんだろうなっていうところですね、うん、でそこから先平成37年になるとですね、足立区どんな世界が待っているかというと、はあ、気になりますね、前期高齢者は、うん、減りますね、今年が87,701人に対して、64,552人になります。ただ後期高齢者は79,464人だったところが、うん、平成37年になると93,016人になる、はい、追い越しちゃうんですか。そうです、それだけの数になるってことです。それだけ介護、でもそうなってくる と、ね、はい、そうなってくると、うん、まあ元気な人はまあこうね、うん、頑張んなきゃいけないですよね、うん、頼むよって感じ、頼むよって感じですよねだって結局保険給付だったとか、うん、あとはその、ね、保険料の値上げだとか、うん、給付制限だけではもう間に合わないから、うん、悪いけどさちょっと手伝ってよ、うん、っていう話ですよね、うんうん、あとはその実際に、2025年に介護職の人が40万人不足するよって言われてるぐらいで、うんうん、今ですら人手不足なところで、うん、だったらもう後期高齢者が増えていくんだから、それはもう要介護の人、うん、介護が本当に必要な人のところにマンパワーであったりとか、うん、財源を移していこうっていう流れの中で総合事業だから要支援がなくなります、要介護1にもなくなるかもしれませんっていう流れになっているってことですよね、うん、なるほどね。ただやっぱりいや理屈は分かるんですけど理屈は分かるんですけどやっぱり現状を見てる私たち、うんうん、まあ、これはもう小川さんもそうですよ、私たちケアマネージャーもねそうですけどね、やっぱりいろんな問題があるじゃないですか。最近まあちょっとね話また外れちゃってもあれですけど、まあ認認介護とか認認介護認知症の人を認知症が支える介護、全然ボケてんのかよなんかもうちょっとさ、あの今パス出したんだからさ、なんか忍び的なやつそうですよ、やっぱりもともと認認介護の前として、あの老老介護って言葉があったんですよ、うん、まあ、老人が老人を介護するよね、うん、そうですね、うん、でその後に介介介護っていうのが出てきたんですよ。はい、どうぞ。介介ってなんだよ、体かゆいじゃねえか。介介介護っていうのは、あの介護が必要な方が介護をするっていう介介介護。介護が必要な人が介護をする。あ、大丈夫、うん、あ、老老介護、介介介護、分かりました、分かりました。で認認介護っていうのが新しく出てきたわけですね、うん、そうか。はい、それで認認介護っていうのは言うじゃん忍者が忍者を介護する。忍者が忍者を介護する。認知症の方が認知症の方を介護するっていうすごい世界がやってきてるわけですよね、うん、ね、でも実際やっぱりそういう、うん、まあ、利用者さんっていうのは、まあ、ひどく、まあ、程度はあるにしてもやっぱりちょっとお話がね、うん、なかなかこう、うん、通じなくて、その場は通じるんだけど、うん、後になると全然ね、あら、どうしちゃったのかなみたいなのは、うん、やっぱりそういう話では結構やっぱりあって、うん、これからそういう方がもう増えてきますよね、やっぱりね、
そうですよ。だからそうなった時に、うん、やっぱり前にまあ、古賀さんなんかはねちょっとおっしゃってましたけども、うん、ずいぶん昔ですよ、ずいぶん昔にちょっとお話ししたことがあって、はい、もっとねちっちゃい頃から、うん、その介護ってことにもっとねスポットを上げた方がいいんじゃない言ってました、 言ってたんですよ。で、その時は私はねなんかこう偉そうに、いやいや古賀さんね、いやそうは言うけどいやそりゃさやっぱり合う合わないあるから、うん、選択でいいんじゃないのって言ったんだけど、うん、古賀さんはいやいやそれはね必修としてやった方がいいっていう話をしてたんですね、うん、してましたね、まあ、何の話かというとですね、やっぱ人間介護もそうですけれども、やっぱこういうなくなっちゃった地域包括ケアシステムっていうのは地域の人々で支えていくわけじゃないですか。先ほど話したように、じゃあ重たい人だけ介護をしていけばいいよって話になってくると、重度化って言われるいきなり重たくなってくる人たちがボッボって出てきてしまうわけですよ、うん、その前に元気な人を増やすであったりとか、うん、ちょっと元気ないなっていう人に対してみんながあれ大丈夫どうしたのって、あの方ちょっと今日おかしいよねっていう声が出せるっていうことが大切なんです。それってあれですよね、うん、昔の日本ですよね、うん、だ隣にお醤油借りに行きますとか、うん、みりん買い、うん、あ買うんじゃねえや、うん、みりんを借りに行きますとか、うん、そういう類ですよね。でその時に何が必要なのかって言ったら、やっぱりその地域の住民の方がちゃんと老いだったり認知だったりとか、うん、そういうものに対して学んでいくことが大切なんじゃないのかなと思うんですね。だそこの、まあ、それプラス、まあ、介護職員を増やすために小学校、うん、中学校で認知症サポーターをやると、うん、あ、それは大でも大事、そうすると足立区の卒業生はみんな認知症サポーターになれるわけですよ、うん、まあ、そうです、ね、そうすると足立区の認知症サポーターの数って少ないんで、うん、もう爆発的に増やせるだろうと。でもね、うん、今居宅部会なんかでも、うん、やっぱその認知症サポーター の、 その、うん、あ主任ケアマンとか、うん、居宅部会とかで、ね、うん、そういうところでもやっぱり講師を募集と、うん、いうことで、そういう講師をしてもらって、うんうん、認知症についてもっともっと、うん、見聞を広げていくというような取り組みがもう実際始まってるんですね、うんうん、でちょっと個人的なことなんですけど、うん、昨日実はちょっとゲートキーパーっていう研修に行ってきたんですよ、うん、ゲートボール、うん、ゲートボールじゃねえよ、すげえな、なんでゲートボール、ボケなくていいところでボケないのよ本当にもう本当空気読めない全然もうカチカチしないの、カチカチしないよもう本当にもうじゃちょっといいですか、ちょっとだけ、で、はい、ゲートキーパー、これゲートキーパーって何かっていうと、まあ、命の門番、自殺の偏見をなくして自殺の際に気づけるようなことを目指す研修なんですね。これ内容すごい実際重いっていうか、うんうん、すごくねやっぱり研修に行った時に、うん、実際ね自殺で息子さんを亡くされた方のお母さんの話とかを聞いてると、うん、もうちょっとやっぱりね私も子供がいるので、うん、それを考えると涙なくしては、うん、聞いてられないっていう感じ、うん、でもやっぱり大事なのはそこでやっぱりいろいろちょっと聞いたところで大事なのはやっぱりちょっとね地域包括ケアにねちょっと近いところがあるんです実は。っていうのがちょっとそのねいろんな話はちょっと割愛させていただくんですけども、うん、全然関係ないかもしれないですがトルコって、トルコ、うん、トルコって自殺の、数っていうのが日本の7分の1ぐらいなんですよ。住みやすいのかね。いやそれがね、いやなんでっていう風になってくると、うん、これって生きる促進要因っていうのがあるんですよ。これ生きる促進要因と生きることを阻害する要因っていうのがあるんです、うん、で生きる促進要因っていうところに信仰っていうのがあるんですよやっぱり、うん、信じる。でこれそうそう信仰が宗教、そう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 、トルコの方は、まあ、99% がイスラム教だ、うん、でほら今イスラム教ってイスラム国とかっていろいろありますけども、はい、でもそういうちょっと過激なところではなくて、うん、そもそものイスラム、の、教えっていうのは、うん、コーランの教えとして、うん、困ってる人がいたら、うん、助けようよ、助けなさいよ、うん、でましてなおかつこれすごいのは人の見てるところで助けるんじゃなくて人の見てないところで助けた方が得が高いよ、うん、でなおかつ
あの神様がちゃんとあなたたちのことを見ているから、うん、最後は自分を守ってくれるっていうのが基本みたいなんですね。っていうことは小さい頃から皆さんやっぱりさりげ なんとなくやっぱりみんなあの人助けをしてるんですよ、うん、その人助けっていう感覚がなくても、うん、でそういうことを小さい頃から続けていくと自殺するっていうそういう感覚が選択肢が減っていくんですね。でその中で自殺っていう発想が減ることでやっぱりその今日本が目指しているその地域包括ケアって要するにみんなが助け合う世界を作りましょうってことじゃないですか、うん、でこれっていうのはまあちょっとねあのちょっと違うかもしれないけども考えてることはみんな一人じゃなくてみんなで支えていきましょうねっていうことを言ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、うんうん、だからちょっと今日はこの場で少しちょっとお話ができればなと、うん、だからこうか世界は考えてることは一緒なんだと、うん、みんなあの一人じゃ生きていけないんだからみんなで助け合っていきましょうねと、うん、いうことを言ってる助け合いは大切だよねと思いました、うんうん、はいそうですね、はいうんかでも日本でもね昔はお天道様が見てるよっていやいや本当、ね、言ってましたからね、はい、本当昔の日本かでも、でも回覧板なんて回さなくていいですよみたいな人も今いっぱいいますから ね、いやだからねそれがね、うん、ちょっとね問題ですよね、うんうん、うちの近所はあの私の住んでる近所は、うん、あの一人暮らしの女性のお年寄りが多いので、うん、あのよく噂してますよ。あの人最近調子が悪いとか、あの人入院したらしいとか、昨日の夜中に救急車が来たとか、あの話するの？するする。お兄ちゃんちょっとさ、あの老人ホームのこと教えてよとか言われます言われます。でもやっぱりそれはちゃんとコミュニケーションを取るってことがやっぱり、うんうん、いいのかなと思いますよやっぱり。それとですね、他に何か言いたいことがあったかなと思いましたら、ですね、まあ、訪問介護事業所で見られている方がいらっしゃったらですね、10月からサービス A を受けるためにはですね、また指定を受けなくてはいけません。めんどくさいね。そうなんです。で、2ヶ月後に指定が下りるので、8月中に指定申請を出さなきゃいけないんです。そのためには7月中、今月中にですね、事前相談をしなくてはいけません。何ですかその事前相談。ただ間に合わない。それは区役所にですね電話して事前相談したいですって言うと事前相談の予約が取れます。そういうこともちょっと細々とやんなきゃいけないのと、うん、あとは処遇改善加算もですね、あの足立区に提出する分と東京都に提出する分変わってくるみたいなので、その辺も大変だと思いますが、訪問介護事業所の皆さん頑張りましょうね。私もね、とね、小さく手上げるでしょ。本当ですよ、はい、あとは、平さん的地域包括ケアシステムは、うん、突然振るね。えいやもうほら締めだから時間的に考えとくって言ってたじゃん、うん、と隣ご近所皆さんとの付き合いは大切なんだろうなっていうのは今回はその学んで実感しました。そうですね、うん、となんか人と人とのつながりというか、うん、そういうものがやっぱり密に、うんうん、いく時代なのかなって、まあ、そこがまあサロンだったりコミュニティだったりとかいろんなところにはなってくるとは思うので、でもやっぱりみんなでねやっぱりいろんなことを学んでいくっていうのも、うん、その地域で学んでいくってこともやっぱり大事なのではないかと、うん、そうですね、うん、そういう中でねだんだん横のつながりができてきて、うん、あの人最近来ないけどどうかしらっていう気になるような関係になることができたら、うん、まあいいんじゃないかなっていう気はしますよね、うんうん、昔前はそういうのありましたから ね、昔はだってそうなんでしょ、だって、うん、普通にありましたからね、うん、確かにこれはありますね、うん、終始緊張でしたね、大丈夫ですか。大丈夫です大丈夫です大丈夫ですか、うん、大丈夫です。まあ、ちょっと総合事業に関してはまだまだですね、分からないところもいっぱいあるので、うん、またいろんな情報が出てきたらその都度ですね、ありもりニュースで紹介していただいたりとか、なんか強烈な振りがとか、まあ、私どもでまた特集組めたらなとは思いますけれども、うん、やっぱり足立区もそうだし、日本のこの国民皆保険っていうですね、うん、システムを破綻させないためにどうしていくかっていうところの中で動きながら、うん、もがきながら、はい、まだまだね介護の世界で足立区を支えていけたらと思いますので頑張りましょうね。はい、はい、2回目3回目の事業総合事業の話があったらいい感じですね。また
詰めていきます。ハードル上げない方がいいんじゃないの大丈夫あのなんか今日は固い話というか真面目な話でしたけれども、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来月です。お願いします。ありがとうございました。小賀さん今日なんかネクタイが透明ですね